FKA アウストリアウィーンは、オーストリアの首都ウィーンを本拠地とするサッカークラブである。オーストリアブンデスリーガに加盟し、SK ラピードウィーンやレッドブルザルツブルクと共にリーグを代表する競合である。1911年3月15日、ウィーンにてクリケットとサッカーの選手と職員によって、スフェウィナーアマチュアスポートバーリーニ軍として創立。 1926年、プロ化に伴い FK アウストリアウィーンに解消。マティアス・シンデラーを擁した1930年代には、ミトローパカップを2度制覇し、戦後も、数多くの国内タイトルを獲得している。FK アウストリアウィーンと最大のライバルである、SK ラピードウィーンとの間で行われる、オーストリアサッカー史における最も有名な、ダービーである。 ヨーロッパで最も長く継続的に毎年開催されており、オールドファームに続いて2番目に多く開催されている歴史ある一部ダービーである。現在は共に様々な階級のファンに支持されている両クラブだが、歴史上は労働者階級のクラブ SK ラピードウィーンと富裕層のクラブ FK アウストリアウィーンという階級対決の側面があった。 最初の公式戦でのダービーは1911年9月8日に開催され、SK ラピードウィーンが4-1で勝利した。FK アウストリアウィーンの初勝利は1917年11月11日の1から0である。2018年現在、これまでの対戦記録は通算325試合中、FK アウストリアウィーンが118勝、SK ラピードウィーンが134勝。 そして73、引き分けとなっている。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。2015年から、同じクシュトウィーンに拠点を置き、オーストリア、女子ブンデスリーガに所属する USC ランドハウス、ウィーンとの業務提携を開始。SGUSC ランドハウス、 FK オーストリアウィーンの名の下で事実上、FK アウストリアウィーンの女子部門として活動している。ありがとうございます。